この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日はパワー半導体の IGBT インシュレーティッドゲートバイポーラトランジスタ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタについての実験動画です。鉄道とか電気自動車に使われるインバーターがあります。インバーターはモーターを回すために使いますが、そのインバーターの中にこういったIGBT よく使われています。まず IGBT のシンボルとデバイスの構造、そして透過回路です。 IGBT のシンボルですが、ここがゲートコレクターエミッターです。絶縁ゲート型ですので、ゲート端子はコレクターとエミッターには直接はつながっていません。間に絶縁層が挟まっている構造になります。これがデバイスの構造です。ここがエミッターの電極、ゲートの電極、そしてこれがコレクターの電極です。デバイスの構造をよく見てみると、ここに緑色のレイヤーがありますが、これがゲート電極とデバイスの間に挟まっている絶縁層です。 IGBT の場合、コレクターからエミッターに向かって電流が流れていきます。デバイスの構造をよく見てみると、 N チャンネル MOSFET と PNP トランジスタがあるような構造になっています。この透過回路がこちらです。まずこちらが N チャンネルの MOSFET です。でそしてこちらが PNP のバイポーラジャンクショントランジスタです。デバイスの構造を見てみると、ここに NPN、 これが N チャンネル MOSFET、 そしてここに PNP のデバイスがありますが、これが PNP のトランジスタです。 N チャンネル MOSFET と PNP トランジスタのエミッターは共通になっています。この部分ですね。簡単に動作を説明すると、ゲートエミッター間に電圧を加えると、こちらの N チャンネル MOSFET には電流が流れるような状態になるわけです。そうしますと、こちらの PNP のトランジスタの方にもこういうふうにコレクターとこういうふうに電流が流れるわけですね。逆にゲートエミッター間の電圧が 0V の時、この N チャンネル MOSFET には電流は流れませんから、こちらの PNP のトランジスタの方にも電流は流れないというふうになります。実際の IGBT の中身を見るとこんな感じです。モジュールタイプを開けてみると、IGBT のチップとダイオードのチップがいくつか並列に接続されています。それ以外にもプリント基板上に実装する 6-in-1 タイプの IGBT モジュールなんかもあります。こんな感じでエポキシ樹脂にモールドされています。このタイプの IGBT モジュールは業務用エアコンなんかで使われたりします。デバイスの中に透過回路を書いてみるとこんな感じです。ここに PNP のトランジスタ、そしてここに N チャンネルの MOSFET があります。実際の IGBT はこの N 層のところの長さが結構長く取ってあります。そうしますと、この半導体部分での温抵抗が意外と出てきます。IGBT って温電圧で見ることが多いかと思うんですけども、まあ実はちゃんと温抵抗もあります。ですけども、電動度変調といって IGBT がオンしているときに、見かけ上の抵抗値が低くなるような現象があるんですね。 IGBT はこんなデバイスなわけですが、実際に IGBT をディジキーから買って実験してみます。スポンサーです。ディジキーのウェブサイトに行って部品を購入するわけですが、ディジキーのロゴが変わりましたね。ブランドリニューアルしました。前のロゴがこれ、そしてこちらが今回の新しいロゴです。新しいロゴについて、ディジキーの新しいロゴとブランドシステムは設計者、バイヤー、ビルダーの全員が実感している業界の加速的な進歩を表現しています。こういったロゴの解釈は難しいんですが、今時のいい感じのロゴになってます。こんなことをしているうちに部品が届きました。こちらの段ボールのロゴはまだ古いままですね。これ IGBT のシンボル、ゲートコレクターエミッター。 IGBT のエミッターの端子を基準にして、このゲートに電圧を加えると IGBT に電流が流れるわけです。データシートを見ると分かるんですが、ゲート電圧がだいたい 5V くらいから電流がちょろちょろと流れ始めると。ゲート電圧が 10V だと一応電流流れるんですけど、ちょっと微妙ですね。このコレクターエミッター間の電圧がちょっと高めになってしまいます。これ温電圧ですね。大体の場合はプラス 15V の電圧を加えると完全にターンオンして、そしてこのコレクターエミッター間の電圧もかなり低いような状態になります。IGBT の定格電圧が 600V の場合はだいたい 1V くらいで、もうちょっと電圧が高くなってくるとですね、このコレクターエミッター間の温電圧も少しずつ高くなっていきます。そこに電流が流れているわけですから、コレクターの電流と、そしてコレクターエミッター間の
温電圧で導通損っていうのが出るわけです。実際の IGBT を使って実験してみます。ゲート、コレクター、エミッタです。エミッタは共通でゲートに電圧を加えると、コレクターの部分には抵抗と LED がつながってます。チャンネル1がゲート電圧、少しずつ高くしていきます。 1V、 LED は光りませんね。ちょっとずつ電圧を高くしていくと、はい、LED が今じんわりと光り始めました。だいたい 4V 前後ですね。もう少し電圧をさらに高くしていくと、だいたい 5V くらいで LED が今完全に点灯しました。今の実験を図にするとこんな感じです。横軸が IGBT のゲートエミッタ間の電圧、そして縦軸が IGBT のコレクター電流です。ゲート電圧を少しずつ高くしていくと、あるところで電流が流れ始めました。だいたい 5V くらいですかね。それまでは IGBT のコレクターに電流は流れることはなくて、ずっと 0A ですと。でここら辺でこういうふうに電流が流れ始めてくるわけです。先ほどの実験だと IGBT のところに抵抗をつけて、そこに LED を接続していました。この場合抵抗によって電流は制限されることになりますので、電流はそこまで流れないんですね。では次にもう少し別の実験をやってみます。 IGBT のコレクターエミッタ間に電源を直結しました。 12V です。こちらのチャンネル1がゲート電圧です。ゲート電圧を少し高くしますが、はい、電流は流れていませんね。つまり IGBT のコレクターエミッタ間の電圧をいくら高くしても電流は流れません、まあ、実際にはちょっとは流れます。ゲートの電圧をさらに高くしていくと、少しずつ電流が流れてくるはずです。はい、流れ始めましたね。だいたい 5V を超えたあたりから電流が流れ始めました。さらにゲートの電圧を高くした状態だと、今電源の制限にかかって 3.2A の電流が IGBT に流れているという状態になります。ゲート電圧を下げるとこんな感じですね。このようにゲート電圧が高いとコレクターの電流は流れる、ゲート電圧が低いとコレクターの電流は流れない、そしてゲート電圧の値によっては中途半端にコレクターの電流が流れてしまう、そういった状態もあることが分かりました。はあ、またやってしまった。ちょっと分かりにくかったので解説すると、 IGBT を握った時にものすごく発熱していました。今何をしていたかというと、トランジスタを活性領域で使っていたことになります。最後の中途半端で使っていたっていうところですね。横軸は IGBT のコレクターエミッタ間の電圧、そして縦軸はコレクターの電圧、そしてさらにゲートエミッタ間の電圧をパラメーターとして振ってみます。ゲートエミッタ間の電圧が 0V の時、コレクターエミッタ間の電圧をいくら高くしても電流は流れません。実際には漏れ電流が流れるんですけど、今回は気にしないことにします。でこれはいわゆる IGBT の遮断領域というものです。ゲートエミッタ間の電圧は0ですね。ゲートエミッタ間の電圧をもう少し高くしてみます。電流が少しずつ流れてくるようになってきます。例えば 1V、 こんな感じで 3V、ここを例えば 5V とかにしますか。先ほどから実験してきましたが、コレクターエミッタ間の電圧がだいたい1V くらいになるわけですね。ゲートエミッタ間の電圧が低いと、このような活性領域で IGBT を使うことになります。活性領域で使うのはどういうことかというと、コレクターエミッタ間の電圧をいくら高くしても一定のコレクターの電流しか流れないということです。例えば 600V のところで活性領域で使ったとします。その時に 1A のコレクター電流が流れると、およそ 600W の損失が IGBT で発生するわけです。当然ここで発熱したら熱くなりますから。ではどうするのかというと、 IGBT を活性領域ではなくて飽和領域で使います。飽和領域で使うためにはどうするかというと、ゲート電圧を十分に高くすれば飽和領域で使えるようになります。飽和領域で使うためのゲート電圧が、先ほどから何回か言っている
15V という電圧なんですね。中にはですね 10V くらいで使えるものもあるんですけども、少し飽和領域みたいなところも出てきます。もう完全にですねここで使いたいということになります。これがいわゆる IGBT の導通損なわけです。コレクターに流れる電流と、そして IGBT が導通している時のコレクターエミッタ間の電圧です。勘のいい人なら気づいたかと思うんですけど、導通損を減らすためにはどうすればいいか。同じ飽和領域で使うとしてもゲート電圧を高くした方が導通損少なくなります。例えば同じコレクターの電流を流したとしましょう。ちょうどこのところとしましょう。ゲートエミッタ間の電圧が 15V の時、ここになりますね。ゲート電圧が 10V の時どうなるかというと、はい、少し高くなりましたね。コレクターエミッタ間の電圧、この電圧の差というのが IGBT の導通損にもろに効いてくるわけです。 IGBT の導通損をどうしても減らしたい場合は、ゲート電圧をですね 15V じゃなくて 18V くらいで使う例もあります。少し実用的な話をしてしまいましたね。IGBT のオン電圧、実験してみると少し面白いので見てみます。これが IGBT のコレクターエミッタ間の電圧、そしてコレクターに流れている電流です。少しずつ電流を流していきます。そうすると、はい、今電流が流れ始めました。電流が 0.6A 流れてて、その時のオン電圧は 0.73V、 一般的な PN ジャンクションのトランジスタのオン電圧ですね。ここで電流をですねどんどん流していっても、実はオン電圧というのはあまり変わらないんですね。これ IGBT の特徴です。 MOSFET だとこうはいきません。 IGBT に 1A 流れていますが、その時のオン電圧が 0.7V、 10A 流した時のオン電圧はどうなるかというと、だいたい 1V 程度ですね。こんな感じで電流をバンバン流したとしても IGBT のオン電圧は大きく変わりません。今電流を流せる状態のターンオンの話をしましたが、電流を流さない状態のターンオフの話も軽くしておきます。ターンオンの場合は 15V くらいの電圧を一般的に与えると、ターンオフの場合はどうするかというと、0V より小さくしますね。ただゲート電圧が 0V の場合だと、この周りの状況によっては誤ってターンオンしてしまう場合もあります。これ誤点呼と言います。そういったことを防ぐためにだいたいマイナス 5V より小さくすることが多いです。でこのゲートの部分で使う電源ですね、プラスマイナス 15V の電源を使うこともあるかと思います。そうした場合はここにマイナス 15V の電圧が加わります。電圧を低くしていくと5点呼防止にもなるんですけども、このゲート、ここキャパシターみたいになってるんですけども、そのですね電荷を早く引き抜けるという、そういった利点もあります。これまで見てきたのは IGBT の正特性でした。実際に IGBT を使う場合はスイッチングさせることがほとんどかと思いますので、スイッチングしている時の特性、つまり導特性を見る必要があります。ここに用意したのは IGBT のダブルパルス試験をするための回路です。オシロスコープに波形が映っていますが、これがダブルパルス試験の波形です。 IGBT の導特性で何を見せようかと思ったのですが、一番興味深いのがテール電流です。黄色の波形が IGBT のコレクターエミッタ間の電圧、赤色の波形が IGBT のコレクターに流れている電流です。この期間はターンオフです。コレクターエミッタ間に電源の全部の電圧がかかっています。そしてここでゲート電圧 15V にしてターンオンしています。そうしますと IGBT のオン電圧を引いた全電圧がインダクターにかかって電流が増加していきます。そしてここで再度 IGBT をターンオフさせます。テール電流は何かというと、ちょうどここのところの電流です。見てみます。波形の時間軸を拡大していくと IGBT に流れている電流ですが、いきなりスパッと落ちるのではなくて、ここまでは落ちるんですけど、その後ちょろちょろと流れ続けています。これが IGBT のテール電流です。スイッチング損失を増加させる原因になります。デバイスの構造上の問題でどうしても発生してしまいます。 IGBT のドリフト層にあるキャリアの再結合をして電流が流れます。ちょうど波形のこの部分拡大していますが、 IGBT のコレクターエミッタ間の電圧は立ち上がっています。 IGBT のコレクターの電流はなかなか下がっていかないんですね。だいたい
5マイクロ秒から10マイクロ秒くらいの間、ちょろちょろと電流が流れています。この場合だと 200mA から 100mA くらいまでちょろちょろと流れています。IGBT はターンオフしてコレクターエミッタ間の電圧が電源電圧と同じとなっているところにコレクターの電流が流れているわけですから、損失はかなり大きくなってしまうというのはなんとなくわかるかと思います。IGBT はテール電流が影響して意外とスイッチング損失が大きくなってしまいます。IGBT で発生する損失を計算するときは、導通損に加えてスイッチング損失、しかもテール電流までさらに考慮しなければいけません。実際 IGBT どこで使うのかというと、高圧大電流のところで使われます。ちなみに高圧っていうと電気工事士持ってる人からね、たまに突っ込んでくるんですけど、 750V とか 600V とかそういうのじゃなくて、あのパワーエレクトロニクスでいう高圧ですね。だいたい電源電圧で 400V より高くなってくると IGBT を使い出すかなっていったところですね。例えば考えてみてほしいんですけど、電源電圧10V のところで IGBT を使うとどうなるか。温電圧 1V ありましたよね。つまり 10% 分電圧が無駄になっているわけです。当然こういった低圧のところでは IGBT を使う必要はなくて MOSFET を使います。パワー半導体デバイスにかかる電圧が 400V くらいだとシリコンの MOSFET と少し被る領域があるんですけども、どっちか良さそうな方を使うっていうところですね。スイッチング損失とか導通損とか、あとはコストですね。一番大きいのはコストかと思いますけど、そういったことを考慮してシリコンのモスか IGBT どっちか使うか決めるかと思います。次に大電流って、まあちょっとこれもよくわからないんですけども、例えば導通損で比べてみましょうか。MOSFET の場合、導通損はどうなるのかというと I 事乗 R 音抵抗ですね。 IGBT の場合はどうなるかというと V コレクターエミッタ間の電圧とコレクターに流れる電流が導通損になるわけです。 MOSFET で導通損があまりにも大きくなってしまう場合は、例えば IGBT を選んだりしますね。ただこれも導通損だけでは判断できないんですね。導通損プラススイッチング損失もあるわけですから、その2つの相和が小さくなるように設計であったり、まあ、そういったデバイスを選んだりするわけです。かなりですね、奥深い領域になるかと思います。というわけで今日は IGBT についての動画でした。それでは最後、一見の方から告知があります。どうぞ。一見の公式 LINE あることを皆さんご存知でしょうか。概要欄にあるリンクから登録できます。 LINE からメッセージを送ってもらえれば、その内容は全て一見に届くようになっています。全部見てます。なので視聴者の皆さんからこういったことをやってほしいとか、企画の提案とかがあれば参考にさせてもらいます。企業の人も公式ホームページやメールアドレスの方からもご依頼お待ちしております。一見の YouTube を企業の PR や工場見学、研究所のアウトリーチ活動、人材採用への PR 活動など、いろいろなことに活用できます。ぜひお問い合わせください。視聴者の興味を引きそうな我こそはという会社、ぜひお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。